皆様、今日もお越しくださいまして誠にありがとうございます。続いてはこちら、ブンダステージの、パフォーマンスが始まります。この時間のパフォーマンスはタイからやってまいりましたアブソルートリータイの皆さんです。こちらのアブソルートリータイ、2008年の7月に設立した団体です。こちらの団体の目的なんですが、世界の至る所でタイの文化の伝統を正しい理解を育てること、そして異文化相互理解を通じてより強い調和を生み出したいということで、この芸術祭にぴったりの団体となっております。アブソリートリータイはですね、タイ王国、インドネシア、そして南アジアの伝統芸能を専門にしています。ですので今回の、アブソリュートリタイはですね、ぜひ皆さん、文化のベーシックを楽しんでいただきたいなと思います。それでは早速参りましょう。アブソリュートリタイの皆さんです。どうぞ。
ちらの分断ステージではタイからやってまいりましたタイのアブソリュートリータイにパフォーマンスをしていただいております。こちらの団体さんなんですが、これまで芸術祭さまざまな国の方に来ていただいているんですけれども、なんと今回はタイの方は初めてということで、記念すべきステージを今行っております。さて続いての曲なんですけれども、続いての曲はですね、魚と猿が探し合いっこをするという面白く皆さんにも分かりやすいステージですよとご説明いただいたんですけれども、果たして魚と猿が追いかけっこというのはどういった世界観なのか楽しみになっております。それでは続いての曲どうぞ。
お魚さんと優雅に、それを交わすお魚さんの舞踊を見せていただきました。ありがとうございます。さて、続いてはですね、3曲目に入るんですけれども、こちらの文座ステージならではですね、皆さんお客様とのコラボレーションの作品になっております。何やらですね、このパフォーマーの方々がホイ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 ホーと言いますので、その後にですね、 いいですか？私もこれで合ってるのかちょっと不安ですけれども、ちょっと練習してみますか？これで合ってますか？ホイ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 ホー。オッケーですね。それでは参りましょう。3曲目です。お願いします。 Ah!
ディレクションしたホイホイでは違いましたけれど、皆さんもナイスレスポンスでした。もう一度盛大な拍手をお届けください。